イギリス海軍の搬送フリゲート、グランドタークの公開日誌。公開日誌は、船舶の運航に関する記録を書き記した日誌。ほとんどの船舶や軍艦では、所属国の法的定めにより航行中は、継続的に記載し続けることが義務付けられている。公開日誌を意味する英語、ログブックは、もともと破足ほどぎによって読み取った船の速度の記録帳簿を意味していた。これを用いれば、 一定の時間の中で船がどれほどの距離を進んだかを算出することができた。また、一定の時間にこの記録を取り続けることによって出航地からの航行距離を知ることもできた。今日、英語でシップ、S ログと呼ばれている航海日誌にはこの他にも様々な種類の情報が盛り込まれており、船舶や潜水艦に関する運航データの記録として、天候、 日常業務が行われたり、突発的な出来事が発生した時刻、乗組員の交代や帰港場所の日時などが記される。公開日誌への書き込みは伝統的公開術には必須であり、少なくとも毎日1回以上記入しなければならない。ほとんどの国において海運当局や海軍当局は日々の出来事を記録し、1万1、無線通信、レーダー、 GPS などが故障しても乗組員たちが航海を続けられるように航海日誌が書き続けられるべきことを定めている。航空事故におけるブラックボックスと同じように航海日誌の詳細な検討は海難審判などにおいて重要な役割を果たすことになる。海難事故等をめぐる民事上の法的争いにおいても航海日誌の記載内容はしばしば重大な意味を持つ。 商船でも海軍艦艇でも船のコース、速度、位置、その他のデータを記入したラフログとかスクラップログと称する最初の下書きをまず作成し、それを書き写してスムーズログとかオフィシャルログと称する決定版の記録を作成する。ラフログに記された内容は変更されることもあり得るが、スムーズログは決定版であり、記述の消去などは許されない。 公的な公開日誌の記述に変更や修正を加える場合には、権限のある記入者が頭文字などを書き入れて、誰による過失かわかるようにした上で、過失後も削除、修正された記述が読めるような形で過失を行う。付け、ペンではインク瓶が船の傾きによって倒れて不便なため、船員の間では万年筆が早くから普及していた。日本船舶及び、 船員法施行規則第1条に定める日本船舶以外の船舶においては、船長は航海日誌を船内に備え付けておかなければならず、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお船内に備えおかなければならない。航海日誌は船員法施行規則第2号書式に則り、以下の事項を記載しなければならない。第1表表紙、船舶の名称を記載する。 第2票以下の事項を記載する。第3票館長記事記載した事項について、館長の認証を受ける。第4票公開の概要を記載する。第5票制印法施行規則第11条二項格号に掲げる場合その他必要な場合に記載すること。第6票第8票船内において、出産、死亡、死産があった場合に、戸籍法上の記載に準じて、法定の事項を記載する。 公開日誌は外国語によって作成することができる。平成14年7月の改正法施行前は行政手続き上日本語のみを取り扱ってきたが日本選手協会から英語による記載を認めて欲しいとの要望があったことから法改正が行われた。なお、船員法第19条の規定により船長が高校の報告を国土交通大臣に対して行う場合、 公開日誌を提示しなければならないが、日本語もしくは英語以外の言語で公開日誌を作成した場合は翻訳者を明らかにした日本語または英語による訳文を添付するものとする。もともと公開日誌を意味した英語、ログブックはやがて他の様々な営みに関しても用いられるようになり、原子力発電所や粒子加速器のような複雑な機械ではコンピュータを用いた。 エレクトロニックログブックがますます用いられるようになっている。軍事用語としてのログブックは公的かつ法的に義務付けられた一連の記録文書である。個々の書類は通常は日付順にまとめられ重要な出来事や行動の時刻を記録しておくようになっている。イギリスでは自動車登録に必要とされる書式 V5C をかつてログブックと称しており、現在も 公務表現でそのように言及することがある。漁業においては放棄に従って漁獲口を記録する帳簿をログブックと呼ぶ。漁の後、この帳簿は当該漁船の貴族国の当局に提出される。無線局においては無線業務日誌のことであり、日本では電波法令により一部の無線局に無線業務日誌の備え付けが義務付けられている。 電波法令上の義務とは別に、業務無線では、条例や車速などにより、無線業務日誌を備え付ける、無線局もある。アマチュア無線では、1992年に備え付けが省略されたが、コンテストやアワード取得などの活動には必須である。支援用ソフトウェアもいくつか存在する。航空機のパイロットは、各自の飛行経験を記した。 航空機上組員飛行日誌を記録し続けることが義務付けられている。パイロットは資格や評価の基準に適合していることを示すため、また当面の必要に応じて飛行時間を記録することが義務付けられている。また我々が普段接しているブログはウェブログブックを指すネットスラングが普通名詞化したものである。ログブックを原義に持つ記録。ありがとうございます。